風の精霊よ、我に力を。ダメですね。こちらの攻撃は全て水の壁で遮られてしまう。比べて私の方は全てを防ぐというわけにはいきません。まさか水しぶきにこれほどの威力があるとは。押されてますね。魔法初心者としては致し方ないところですが。これは息か。セルピコの様子が。セルピコ、なるほど、しぶきを飛ばすだけが芸じゃないってことですか。危うく丘の上で溺れ死ぬところでした。ですがおかげで分かりました。何もかまいたちで切り裂くことだけが風の力ではない。頼みます、セレさん。切り裂けないなら巻き上げてしまえばいいんです。水がケルピーから離れていく。